んにちは。相模大野エリア店長の沖山です。今日は2021年モデルのクロスバイク FX スポーツカーボン4ですね。こちらのバイクをご紹介させていただきます。こちらもバイクなんですけれども、フルカーボンのクロスバイクになってます。車重もとても軽くてですね、こんな形で持てちゃいます。ちなみにもうどのサイズも9キロ台に収まっています。でカラーの方もこちらが、ダークアクアティックカーボンスモークというカラーですね。の車体になってます。一色展開になります。パーツの方ですね、ちょっとご説明をさせていただきます。まずこちらですね、今回こちらのモデルに採用している、コンポーネントパーツ類になるんですけれども、GRX という、グラベル系のパーツになりますね。こちらが入っています。で今見ていただくとですね、ここですね、フロントリアがですね1枚になってまして、フロントシングルなんて呼ばれてるんですけれども、こちらの仕様になっています。ただですね、こちら見ていただくと、フロントのリアディレイラーですね、フロントリレーラーですね、取り付けができるようになっております。後からクランクをダブルですとか、2段に変えてフロントの部分ですね、リレーラーをつけてっていう形も取れるようになっています。今の時点ではですね、フロントシングルっていう形になっているので、この部分にですね、チェーン落ちのガードですね、つけてあります。こちらも標準装備になっています。あとはですね、リアディレイラーの方ですね、こちら見ていただくと、まずこの刃の部分ですね、スプロケット一番重いギア11丁で、一番軽いギアが42丁という仕様になっています。11段変速のモデルですね。こちらのリアディレイラーの方も GRX の、リレイラーついています。こちらですね、スタビライザーのオンオフ機能っていうのもついているモデルになってますので、路面の状況に合わせてですね、こちら使用していただけるようになっています。はい、続いてですね、ハンドル周りの方ですね、こちらチェックの方をしていきます。まずですね、こちらですね、まずグリップの部分ですね、ここが非常にこう押しと柔らかいような仕様になっていまして、非常に快適なグリップが初めから標準装備されているモデルですね。ブレーキの方も油圧のディスクブレーキを採用してますので、レバーですね、こちらの握った感じ、レバーのタッチも非常に軽くて操作がしやすいモデルになっております。あとはフロントシングルになってますので、シフターの方もこちらだけですね、ついているのがリアのシフターのみという形になってまして、ハンドル周りも非常にすっきりしたモデルになってます。でワイヤーの方もフレームのこちらの部分ですね、こちらから内蔵するような仕様になっていますね。では続いてですね、タイヤの方も見ていきます。こちらですね、標準装備になっているのが、ボントレラーの R1 というタイヤですね。太さの方がですね、32C という太さになっています。一般的なクロスバイクで使われているタイヤ幅のものになりますね。ちなみに太くすることも可能です。一応メーカー公表ですと、35C の太さまで付けられますよということになっています。あとは、ブレーキですね、こちら油圧のディスクブレーキになっていて、フラットマウントの、ブレーキですね、こちらについています。前後ともフラットマウント仕様になっております。あとはこちらのバイクのですね、一番こう注目をしていただいてもいいんじゃないかなという部分ですね。こちらにアイソスピードという振動吸収機構がついています。この部分ですね、ちょっと分かりづらいんですけれども、でこちらですね、ロードバイクのドマーネシリーズですとか、あとはチェックポイントの過去のモデルもそうなんですけれども、採用されているものになってまして、長時間乗っても振動吸収機構がついているおかげで、より疲れづらいようなモデルになっています。以上がこちらのバイクの説明となりますので、いかがでしたでしょうか。この他にもですね、千葉サイクルの専用チャンネルに行っていた
ただくといろんな自転車の紹介させていただいてます。よろしければチャンネル登録の方とグッドボタンの方ですね、よろしくお願いします。そうしましたら今回こちらのバイクの説明は以上となります。ご視聴ありがとうございました。